法華経入門というタイトルで話したいと思っています。理学博士の沢山慎太郎です。仏教の基礎から法華経のことまで話したいと思っています。法華経は、仏教の数ある経典のうちの一つです。天台宗や日蓮宗にとって、大事な経典になっています。そもそも、仏教ですが、これは、 通常の人間が仏陀になるための教えです。人間は修行などのいろいろな方法によってブッダになることができるというのが仏教の基本的な教えです一部の修行した人だけがブッダになれるという考えは長座部の考え方で誰もがブッダになることができるというのが大乗仏教の考え方です仏教は紀元前500年頃に インドで釈迦が始めました。本名はゴーダマ・シッタルータと言います。ちなみに本名の読み方には諸説あります。釈迦族の王子だった人です。釈迦というのは釈迦族という一族から来ています。この人は修行などによって人間からブッダになった人です。ブッダのことを仏とも言って、 精神的にに非常に落ち着いた人のことをブッダと呼びますブッダに至る道のりはいろいろとあると考えられています。その中でも重要な教え端法院と呼ばれる教えです。死・本院のほかに色素く是空という教えもあります。仏教はブッダになろうという教えなのでユダヤ教やキリスト教やイスラム教のような一神教とは かななり異なる宗教ですちなみにユダヤキリストイスラムは同じ紙を信仰しています一神教の起源は古代ペルシアのゾロアスター教と言われていますキリスト教の復活には古代エジプトのオシリス神話の復活の話が入ったとも言われていますイスラム教はキリスト教が偶像崇拝をするのでそのカウンターとして生まれた宗教です 同じ一神教で同じ神を信仰していますが予言者が異なります一神教の中でも神の全知性というものは日本人には理解しにくいものになっています釈迦の時代には仏教の経典は作られませんでしたが釈迦の死後100年くらい経って経典が編纂されることになりました初期の経典はパーリ語で書かれています 中村はじめさんが日本語訳に訳してくれています。法華経は原始的な経典ではなく後期になって作られた経典の一つです。原始的な経典から後期の経典に行くまでの間に作られた経典も多いです。ユイマ経や華厳経はその一種です。またナーガールジュナもその一種です。チョウザブ仏教はスリランカに伝わり、 中国や朝鮮半島や日本やベトナムには大乗仏教が来ることになりました。仏教は釈迦の死後100年くらいで上座部と大乗に分裂することになります。釈迦の生まれたと死には2節あってかなりの誤差があります。ちなみに釈迦はソクラテスや孔子と同世代の人です。ソクラテスは学問の起源になり孔子は 儒教の起源になっています中国の老少思想は仏教に近いものがありますただ老子は本当に実在したかどうか定かではない人物ですインドにはもともとバラモン教がありその中の輪廻思想などが仏教に入っています仏教はチベットで密教になりインドの古代バラモンの神を取り入れそれがまたインドに 貧教としてインドに伝わりました。インドにも仏教はありますがヒンズー教徒の方が多いですまたいろいろな経典が仏教にある理由はそれほど無我の境地に達する方法が多いことを意味します4法因とは次の4つです仏教において最も重要な教えに位置づけられています諸行無常諸法無我 涅槃弱情一切乾句の4つです諸行無常とはあらゆるものは移ろい変わるけれども世の中に普遍的なものがあるという教えです例えば「平家物語」の冒頭に登場しますがどんな新しい権力も時が経てば必ず没落するけれどそのこと自体が普遍的なことわりなのだと説いていますちなみに 平家物語の祇園精舎というのは釈迦の時代に2番目に作られた仏教の宿舎です。インドにあります。諸法無我とはありとあらゆる法、法とは教えですが、それは無我の境地に達することという意味です。つまり、すべての教えは無我の境地に達することだと説いています。しかし、無我の境地と言っても難しいので、 色即食蛇空などの言葉も生まれいろいろな経典が生まれました。涅槃弱常というのは無我の境地に達した人が入る精神状態のことを言います。一切皆苦は世の中の全てのものが苦痛だという教えでその原因が諸行無常であらゆるものが移ろい変わるからになっています。涅槃のことをニルバーナとも言います。そしてブッダというのはただ 単に精神的に非常に落ち着いた人間のことを言って、それは何も神秘的なものではないです。色即是空というのは、ありとあらゆるものは空であるという教えです。ナーガールジュナの教えです。無我の境地に達するためにナーガールジュナが考えましたが、これもまた非常に難しい教えになっています。ちなみに、法華経においても、 色即是空は十如是として登場します。十如是の方が、分かりやすく色即是空を解説しています。色とは、つまり、五感に考えを認識する感覚を足したものです。つまり、色即是空とは、人間が認識するものは合ってないようなものだという教えです。つまり、世の中に存在するものは、人間の感覚を通してあるとわかるので、 合ってなないいよううものだということこです。数字のゼロに似たものが食うというものでそれは無とは違います仏教はインドから中国へ伝わって中国から日本に伝わりますがその中で重要な役割をした人の中にクマラ中という人がいますこの人は西域の人ですが中国が南北朝時代の時に 北朝の釘が聖域から連れてきた人です。このクマラ中が元のサンスクリット語から漢字の色則是空に訳した人です。良い法院をサンスクリット語から漢字に訳した人は対等性行きで有名な現状です。2人とも三蔵法師の中の人たちです。日本には遣隋使を通して南都仏教ができ遣唐使から南都仏教ができ、 平安仏教でである神言宗と天台宗ができました。平安仏教は両方とも当時は密教を扱っていて南都仏教と平安の2宗派が平安時代の政治を動かしていましたその密教政治の反動として鎌倉仏教が登場することになります日本仏教の大半は大乗仏教でありそうでないものは南都仏教の一部だけです 大乗仏教の基本経典に般若心経がありそこで色則絶空が説かれているので色則絶空は日本仏教において非常に重要な教えになります。法華経は天台宗と日蓮宗にとって重要な経典となっていますがどこが違うのかというと日蓮宗は法華経の前半部分を重視しますが天台宗は全部を重視しているところです。 法華経の前半部分を本門と言って、後半部分を釈門と言います。日蓮宗のことを本、門思想とも言います。それで、法華経には何が書いてあるかというといきなり釈迦が登場して、いろいろと修行してきた僧に、仏陀になることは不可能と言って、仏教を否定するようなことを言います。それによって、多くの僧が仏教から離れていくのですが、 とどまった人たちにさっき言ったのは嘘つまり方便だと言いますここで何を言っているのかというと仏教がブッダになるための教えだと言いましたが最終的にブッダになるためにはブッダになるという欲を捨てないとならないということを言っているわけですなので法華経は仏教の初心者向けではなくて 多くの修行などを積んだ上級者向けの経典になるわけです。また、先ほど言ったように、色即是空さえわかれば、処方無我を実践できて、無我の境地に達し、涅槃弱状の状態に心を持っていけますが、色即是空が難しいので、法華経では、十如是として書かれています。十如是は、法華経の初めの方に書いてあります。如是章如是章 ニョゼタイ、ニョゼリキ、ニョゼサ、ニョゼイン、ニョゼエン、ニョゼカ、ニョゼホウ、ニョゼ本末屈強等の十個です。その意味ですが、死んだ番章は、ニョゼショウ、その姿のごとくあり、ニョゼショウ、その性質のごとくあり、ニョゼタイ、その形のごとくあり、ニョゼサ、その作用のごとくあり、ニョゼイン、 その因果関係の過去のごとくあり、ニョジェその置かれた状況のごとくあり、ニョジかその因果関係の現在の結果のごとくあり、ニョジ法、その因果関係の未来の結果のごとくあり、ニョジ本末屈強等、すべては究極において等しく、その等しさのごとくにある。ということです。色側慈空が難しいために、 この十女世のようにわかりやすく書いてあります。つまりはこの十女世を極めれば色即是空を実行でき処方無我もできて無我の境地に達することができて涅槃弱情の心にすることができて仏陀になることができるということです。あまりにも重要な部分なので日練習では何度も読むようになっています。